できた。猫吉、ナス収穫しよう。やった、収穫。初めてナス作った。猫吉、地面について曲がっちゃったけど、これ以上曲がったらしょうがないからもう収穫しよう。あのスーパーで枯れそうになって安売りしてた苗がこんなに立派になるなんて感動だよ。キュウリ収穫。猫口キュウリ。猫口、こっちのナスももうすぐ収穫できそう。こっちにもあるし、前に出てきたウルイなんですけど、やっぱりね、1年目はそんなに大きくならないみたいですね。葉数も少ないし、2、3年で大きくなるのかな、そしたら。だけど実はね、結構ホームセンターで時期になるといっぱい売ってたから、植木ショップとか200円ぐらいでちっちゃい苗が売ってたから、結構ね、あれから追加で植えたんですよ、その辺に。こういうのとか、日差しがダメだから日陰のところにね。これの新芽が美味しいらしいんですよね。来年は食べよう。で、大葉がね、やっぱすごいですよね今年。この辺にも結構大葉がいっぱい出てるから、これ間違って買っちゃいそうだから、少し後で横に植え替えようかなと。すごいね、こっち
山椒だよ。こっちもすごいね、出てきたんだね、びっくりだね。やっぱりサム&サブスタンスもそんなにまだ大きくならないみたいだね。見たの、坊ちゃん。追加で植えたミョウガはこれだけしか出なかったね。100個ぐらい収穫できるって書いてあったけど、多分これだと収穫できるとこは出てこないかな。今年はで、さらにこのホスタがね、天竜って言って、高さ2メーターぐらいになるらしいですね。これ最高に大きくなるとね。ボスちゃん、ホスタいっぱいだね。ホスタの成長が楽しみだね、ボスちゃん。
ちゃん行こっか、ね、行こう、ネコ吉が呼んでるから行こう。